場所におります。お風呂を入ってもうメガネも取っちゃ、あ、コンタクトも取っちゃいました。メガネ買ったのに。はい、えい、はい、わわわわわわわ、はい。ダメだ、全然安定しないわここ。ん、お、いいんじゃない。あ、ダメだ、全然良くなかった。いやなっちゃう、不安定。ひなぎさん、ありがとう。くまちゃん、今8位、7位まであと10万ポイント。めっちゃ視力落ちた。やっぱさ、眼精疲労だよね。スペースゴーさん、ありがとう。はな、この枠で7位いけるかな。場所をね、ちょっとここしか今できるところがなくて、もうね夜遅いから、もう家族がみんな部屋で寝ちゃってて、そう、家族の邪魔にならないとこを探してここになった。うひゃー、ちょっとごめんね、ね、ちょっと生理現象。すごさにがハート、明日の配信の時間を決めたいと思います。明日はピアス開けた？マジ？あやちゃんさん、ありがファイト。海さん、ありがハートと、うどさん、ありがさ、はらぶら。ほんとだ。明日は4回やな。ってなると3時間だから。確かに。こんばんは。ね、アフタートークやりたい。いいな、ペア開けちゃう。アラカル、アラ、あ、目が、やばい。アラカトルさん、ありがくまさん、ありがとう。ありがとう。ナオキさん、ありがハート。45分ずつやるか。そうだね。45分ずつやりましょう。明日は、
と待ってね、8時からと11時からとあと17時からと22時からどう？どう？どうすかね。8時、11時、17時、22時。はやちゃんさん、ありがこばん。ありがこばん。OK。明日夕方からバイトを頑張れ。頑張れ、頑張れ。オッケー、オッケーぽよ。オッケーぽよ。オッケーぽよ。メガネないと何も見えない。チョコミントさん、ありがさくらんぼ。オッケーそうだから。はい、じゃあこのじゃない。うわわわわわ。するねん。私ありがとうということで、ちょっと動画の編集を今日はまだできてないから、しないといけないんだけど、向いてる場所がちょっと、高すぎて編集どころじゃないや。ダメだ、ここはこの部屋は向いてない配信に。パパ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 、はい、来ました。無編集毎日5分はしたいっていう。うずさん、ありがとう。お部屋おしゃれ。うそん、おしゃれ全然おしゃれじゃないよ。うわ、七重間だと8万ポイントになってる。やった。なるほど。お疲れ様です。うん、喉が味。これ声聞こえる？そんなわかんない？そんなにわからない？これ動画の声聞こえるかな？あ、寝落ちした。おやすみー、おやすみ、みんでみー。
ちょっと聞こえるくらい。まあ、佐久間さんありがレインボースターありがとう。まあ、ちょっとだったらいいや。まくりずしさんありがとう。こっち、あーん、あ、聞き取れる？でもハツカが話しながらやったらあんま開かないでしょ。だからね、まあ、ちょっと聞き取れたくらいでは全然いいよ。別に聞き取れても全然いいんだけど、ちょっとネタバレになっちゃうよねっていう。そう、エルサリが花びら、でもなんだここ超絶やりにくい、ね、うん、平井さんありがハート。今日はねすごいいい、なんかいい休日って感じの休日を過ごしたよ。うん、本当に。そう、みんなどんな日だったでしょうか。メルキュールさん、ありがくまちゃん、いや、パピちゃんとポコちゃん。もうなでなでしたよ、ほんとに。もう幸せだよね。あと今インスタの質問箱もねゆっくり返してます。久しぶりに一日ゴロゴロできた、よかった。私インスタの質問箱いつも途中でさ終わっちゃうんだけど、今回はある程度全部の質問はちょっと返すのは厳しいんだけど、いつもよりたくさん返したいなと思ってゆったり返させていただいております。ありがとうございます。マイアットマークMIさんありがリンボーしてありがとう。休日出勤だった。おー大変だね、えらい、イエーイ。なんかなんだろう、どうしようかな、編集悩む。66000ポイントになってる。やだー、私チョコレート知らん。金メダル一等賞。ちょっと、エースのペットマークさん、ありが花びら。そう、今夢メールの編集をしてます。ちょ、最近褒めてほしいのはちゃんと毎日やってる、ちゃんと5分は編集しようっていうのを決めたから、自分の中でそう毎日ちゃんと5分は編集してるのを褒めてほしいです。いや当たり前なんだけどね、やるのが。エースのペットマークエースさん、ありが花びら。でも思ったのはやっぱりちょっとでも編集を5分でもしたらある程度進むなっていう、
そういうことにね、最近気がつきましたわ。そう、たった5分されど5分という感じで。そう、あ、そうなんだ。そう、偉いよね。最近みんなは何を頑張ってらっしゃいますか。そうだね、一本ね。私はこの動画に何ヶ月かけてるかな。なんかそうなの、難しいんだよね。クレヨンしんちゃんのモノマネ。おーい、おらしんですけどどーん。おーい、おらしんですけどどーん。これですね。これが今のがしんちゃん。よし。あ、似てる。光一さんにガイル綿棒スター。いや、そうそうそう、私もあんましこだわりをちょっと捨ててる今。もうあんま凝らないようにしようと思って、なんか内心え、これ大丈夫かなってなってるけど。でもね、ひなこちゃん上手だもんね。4番目のモノマネしても多分誰も分かんないからやらない。ヘイヘイ。なんだ。イエーイ。なんかちょっとみんなきっと今なんかね、あれだよね、私があんまし喋ってないからつまらないよね。みんなでさ、どういう話聞きたいかな。私そんなこと考えないよな。どんな話聞きたいなんてね、難しいか。お話し会のツーショット
てっちゃんのポーズ、てっちゃんのポーズってなんだろう、なんでもいいよ。直樹さん、ありが花びら、ありがとう。このコミュニケーション取るのって難しいよね。ん？待てよ。え？なんさな花見だ。なんかおかしいな、切れてるな。まあいいや、切っちゃおう。スタピーンポンピンポンパランピランプサンバポンピンポンパ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 ン。よいしょ。ラッキー、ありがとう。ありがとう、さくらんぼ。初見。いい意味で寂しくて泣く、それはなかったな。あースノーさん、ありがとう。くまちゃん、あ、皆さん、私泣き虫のイメージありますか、それともそんなことはないですか。ウドさん、ありがとう。電波やばいの。またね、おやすみ。愛知のチームと頑張ってね、ありがとう。そう、泣き虫とまではいけないけど、そう思う人いるじゃないですか。私ね、てかジョン・マイ・ラブって結構ね、あの、ジョン・マイ・ラブの稽古中に結構みんな泣いてるらしいんですよ。一期からずっとみんな結構泣いたりとかしちゃったらしくて。そうそう。で、私でも今回の3期はそう言ってそんなで、なかなみんなそんなねみたいな言われたの、最近舞台の人に。なんか結構みんなすごい泣いてるイメージあったけどみたいな。私一回だけありがたいことに怒っていただいて、怒っていただいたっていうかアドバイスを、結構きついめの、結構厳しいかな、厳しくはないか、まあでもありがたいアドバイスをね、ちょっと普段とはちょっと違うテイストでいただいたことがあって、ジョン・マイ・ラブの稽古中にね。そう、怒ってるって言い方したらなんかおかしいけど、そう、まあでも普段の私だったら泣いちゃってたかもしれないんだけど、まあちょっとね成長したんでそれを聞いて泣かなかったんですね、別に。はい、別にあのその話を聞いて何も思わなかったとかじゃなくて、あ、全然スパルタとかじゃない、めっちゃ優しいので、めっちゃ優しいんだけど、めっちゃ優しいからこそ普段すごい優しい言葉ばかりかけていただいてたのね。あれできないってなって、まあ全然できてるよみたいな。でもなんかそう、一回だけすごい、もっとこうしたら、もっとこうした方がいいみたいな、今のままじゃダメだみたいな風に言っていただけて、すごい、まあ、嬉しかったんですけど。そう、なかなかでもその方が
そういうふうに言うことないからすごいすごいいいことだよねみたいになっていいことなんですけど、あのそれに対してじゃなくて、そう、それでその時に私ね泣かなかったんですよ。そうだからあったあと舞台の方に、いや泣いてないのすごいなって思ったって言われて、私意外に泣きむあつか泣いてるイメージないらしくて嬉しいです。そう舞台の方に千秋楽、そのなん千秋楽泣きますかねって話をしてたんですよ。そしたら、でもハッツがもし泣いたら多分みんな泣いちゃうと思う、あのハッツが泣くのってなると思うって言われて、で私はあのそう自分はよく泣く人だと思われてると思ってたから、そうやって言ってもらってびっくりしました。はい、そうできなさに対して免疫ができた、そういうわけじゃないですよ。でもなんか前もこの話した気がするからな、うん、そう普通にそう私はね一番最初に初日を迎える人だったの、3期の中でね、3期の中で一番最初に初日を迎える人だったから、毎回稽古私が一番最初だったの。例えば場当たりするのもじゃあ初から、じゃあこのシーンじゃあ初からみたいな、全部私からだったのね、演技稽古が全部私からで、だから一番最初だから誰も見れないじゃないですか。だから正直動きとかもあれどうだったっけってなって、で私が全部あれそこここだよ、でこれそこすごい違うよ、あそれそこだよみたいな、全部私結構8割方宇多田ハツカがそのそういうダメ出しを受けてたのね。で途中1週間くらい基本全部自分が受けてるのにもなんか受けてて、すごい自分やっぱりなんかね、そういうことはなかなか最近なかったから、あちょっとなんかメンタルっていうか、あなんか自分ばっかりダメ出しされててダメだな自分みたいなモードに入ってたわけさ。そうでモードに入ってたんだけど、ちょうど先輩に電話して、 AKB のそう AKB の先輩にあの電話して、その1期と2期の舞台は見てるけど、その細かい動きとかさ、そこまで完璧に入らないとわからないこともあるじゃないですか。そうだから私が一番怒られてるから、もう怒られてんですよねって言ったら、その先輩が怒られることはいいことじゃんみたいな、だって何も怒られなかったら、だって今の状況で何も怒られなかったらそんな、え逆にこの状況で大丈夫なのって心配になるより、こうやって怒られたりアドバイスもらって、あここが私ができてないとこなんだとかダメなところなんだって気づけた方が良くないって言ってもらった時に、あ確かにって思って、でちょうどその次の日に結構今まで見たことないくらい結構厳しいお言葉をかけていただいた時いただいて、その言葉のおかげでもう私超前向きで、あ嬉しいってなってから泣かなかったんだけど、まあでも私人に怒られるのを避けてきた人間だったんですよ昔から。そう小学校からもうずっともう優等生人間だったから優等生ブル人間だったから、なんか代表委員やってみたりして、あはずかちゃんは本当にお勉強もちゃんとしてみたいな人だったわけ。先生に怒られることなんてなかったの本当に。てか怒られたのを何回か怒られて、やっぱでも小学生の時とかやらかして怒られたこととかあるんだけど、その怒られたことを全部覚えてるくらい、お人に怒られたことを怒られないような人生を送りたい人だったんだよね。だからそうだからこんな久しぶりにこうたくさん怒られたって言い方は違うんだけど、こうアドバイスとかをこうやってあんましもらわてこなかった、なんかこういう風にたくさん指摘してもらうことがなかなかなかったから、すごい免疫があんましなくてなかった時にそういう言葉をかけていただいたから、すごいポジティブにね頑張れてすごい良かったなって思います。本当にいい経験だったなと思います。
そう、みんな優しくて、そう、私は稽古期間はだから最初の1週間そうアドバイスとかめっちゃ受けてて、その言葉かけてもらうまではすごい結構辛かったっていうか、まあ、辛かったかな、普通にそういう辛さもあるし、あとは純粋に自分の技術が伴ってないのが分かってたから、それに対する自分を責める辛さがあったけど、その言葉かけてもらってからはもうそういうアドバイスもらった時とかに、うお、あ、私ばっかりみたいなネガティブにはならなかったから、そう、逆にかけてほしいっていう気持ちになりました。だから逆に聞いた時に、あ、大丈夫だよって言われると、えって最近は思うかな。そう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 、指導です。そうっていう裏話だから、私は舞台の方に泣くイメージはないよ、泣くイメージがないらしいので、ちょっとね、なんかハツガのファンの人はハツはすぐ泣くとか言うじゃん、だからもう私はそう変わったんですよ。あー、もうみんな、あの、大丈夫、もう分かってるからもう分かってるから、あの、別に注意されることに対して私はもう負の感じは特にないので、なんかさ、注意とさ、あとパワハラはまた違うじゃん。そのかけてくださってた言葉は全部愛のある指導だったから、それに対してとかも特に負の感じはないので、なんかたまにね、いるよね、なんかこれ絶対このアドバイスおかしいよなみたいな、それは確かにえってなるけど、そういうのじゃなくて、ちゃんと、あ、確かにそうだなって私は思うあれでした、思って、だからすごいありがたいなと思って、はい、だから最近はもっとアドバイスいろんな方から、あの、ちゃんと知識のちゃんとした方からのね、アドバイス欲しいなと思います。初見です、本当だ、ちゃんと初見だ、これミサキのアバターじゃなかったっけ、そう、でもなかなかそういうパワハラ的な指導は私は受けたことはないけど、うん、私はあんまないな、ないないない、よく聞くには聞くじゃん、あ、はい、釣れました、あと10分だ、早っ、スーさん、ありがさくらんぼ、この枠で7位まではいけなかったけど縮んだので嬉しい水です、コメントさんもありがさくらんぼ、いや、そうなのよ、ちゃんとその人のこと考えて言ってくれるのって、あの、わかるじゃないですか、言われてる側も、あ、自分のこと考えて言ってくれてるんだなって、そういうの嬉しいですよね、ミティさん、ありがレインボースター、ジュースさん、ありがクムちゃん、ありがとう、もう11分か、スーさん、ありがお花束、ありがとう、
ゆずさん、花びらありがとう。そうそう、ひらひさん、ありがとう。一旦保存するか。よいしょ、いったたたたた。いやだだだだだだだ。ひらぎさん、にがはと。確かに、あなたのためを思ってって、確かにそうか。なんかそれを確かにそれを言うってことはさ、この自分が言ってることが、まあ、ちょっと理不尽ってことが分かってるから、いやそうじゃないよっていうのを言うためにわざわざ言うのかもね。本当にその人のこと考えて言ってたら、まあでも本当にその人のこと考えて言ってる言葉が理不尽なこともあるかもしれないけどさ、わざわざその言葉かけようってなんないか。みんなありがとう。じゃあ明日は8時11時17時20時で。なんかメガネかけると魚みたい。あ、あと3万ポイントだって。惜しかった。惜しかだ。惜しか惜しか。13分や。さっきランキングはもう急に切れたら怖いから。13位荒木重忠さん、荒木重忠さんありがとうございます。12位直樹さん、直樹さんありがとうございます。11位スノーさん、スノーさんありがとうございます。10位まさかずアットマークウフさん、まさかずさんありがとうございます。9位まくりだしさん、まくりだしさんありがとうございます。8位はやちゃんさん、はやちゃんさんありがとうございます。7位ひいらぎさん、ひいらぎさんありがとうございます。6位エースのワンペアアットマークイエスさん、エースのワンペアさんありがとうございます。5位13ありがとうございます。4位チョコミントさん、かっこ有効士さん、チョコミントさんありがとうございます。3位マーサクマさん、マーサクマさんありがとうございます。2位コウイチさん、コウイチさんありがとうございます。ありがとうございます。そして1位はスーさん、スーさんありがとうございます。ありがとう。早めに寝ようね。暑いこの部屋。ちょっと早く出たいな、あと5分か。あ、明日はね、楽しみなことがあるの。あのね、私のいとこが赤ちゃん産んだんですよ、また。言ったっけな。そう、赤ちゃんが生まれたんですけど、なんと私のジョンマイラブの初日に生まれました。覚えてるわ。初日に、私が初日に生まれたっていうか、その日の夜かな、初日迎える日に連絡が来た。初日を迎えた日に。そう、なんか
その日の夜中だったかな。だからもしかしたら誕生日は前日だったかもしれないんだけど。いや、二人、一人目ですね。私のいとこも四姉妹なんで、前は長女の方が赤ちゃん産んで、今回は次女ですね。そう。まちさん、ありがくまちゃん。なんと男の子だったんですよ。私たちの家庭はまじ一応女家庭、女家系だからまじ女の子しかいないんですけど、まあいると言ったらいとこ一人だけ男の子がいるんですけど、お兄さんお兄ちゃんみたいないるんですけど、あとは全員9人中8人が女の子なんですけど、そう、まちさんありがとうね、くまちゃん。そうなんですけど、男の子が生まれました。そう、溺愛しそう。我が子はみんな溺愛するでしょ、女男関係なく。正直私は女の子も男の子もどっちもいいでもいいですけど、そうで4月9日に私が朝発声練習してたら、初日で緊張しながらめっちゃ LINE が来て、なんかボイトレの音源がね携帯に入ってるんだけど、それ聞いてたらめっちゃ LINE が来て、誰だろうと思ったら赤ちゃん生まれましたって LINE が来て、おー愛がいいですねと思って、初日頑張りました。そう、私が出来やしそう。いやまあ普通だよ普通だな、言ってそうやな。いとこの子供だからね、ちょっと遠い。そんなことない。お姉ちゃんの子供とかだったらまたちょっとあれだけど、あんまいとこの子供ってあんま会う機会少なくない。そんなことないか、多分。でも私はその前生まれた子もすごい可愛いんですけど、やっぱりいとこのお姉ちゃんが産んだとしたら、その妹たちはめっちゃ可愛がってますね、服買ったり。ちょっと私はまだ何も与えられてないけどあんま会えないんですよね。もちろん可愛いですよ。でも私的にはまだ自分の妹も赤ちゃんの気持ちなんで。一番下ね。うん、あ、そろそろ時間、本当だ。じゃあまた明日も朝8時から夜ピクミンで、その子に会っていきまーす。お年玉はやだな、大人になったな。バイバイ、来ちゃおう。